福島県郡山市にあります全陽堂山本接骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は、やる気が出ないあなたへということでお話ししていきたいと思います。誰でもですね、やる気が出ない、気持ちが乗らないような時があると思います。そういった時はですね、仕事もはかどらなかったりとか、あとはやらなくちゃいけないものがあるんだけども、なかなか手につかないといったようなこと、誰でも経験あるかと思います。このような時にですね、どうするかということなんですけども、体を動かすということが大事になってきます。体を動かすことで、やる気も出てくるというようなですね、流れというのがありまして、例えばですね、笑うと楽しいから笑うのではなく、笑ってると楽しくなるというようなのと同じような形でですね、体を動かすことでどんどん気持ちも高まっていくということがあります。で、実際にですね、運動、例えば運動に関してでもなんですけども、運動やる前というのはやりたくないなというところで、いやいや始めて、でも運動終わってみるとやっぱり良かったなという経験された方多いんじゃないかと思うんですけども、これはですね、体を動かすことで、体からホルモンですね、セロトニンとか、ベタエンドルフィン、ドーパミンというですね、こう幸せを感じるようなホルモンが、体を動かすことで分泌されます。これも同じ原理だと思います。体を動かすことで、気分も高くなると、気持ちも盛り上がる、モチベーションも上がるということはありますので、嫌だなと思った時はまず体をですね、まず動かしてみるというところから、してみるといいんじゃないかと思います。本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。